どうも、ベタです。パーサバやっていきたいと思います。はい、本日は、アウトアタックやっていきたいと思います。そして、まあ今日はね、パワープロキャラ6体、そして5プラス1で、せっちゃん入れております。なので、練習レベルが上がる際に、50と体力30もらいます。それが強いので、まあとりあえずやっていこうかなと。で、目指せチームランク5万と書いております。自分はあと30から40チームランク上げれば5万点乗ります。なので、それを目指していこうかなと思っております。更新目指していきましょう。で、アイテムの方はパワードリと招き猫持ち込んでおります。もし、せっちゃんの場合、パワードリなしでいけそうならば、招き猫と天才持ち込んで天才会もやっていこうかなと今後考えております。まあ、それの思想も兼ねて今回やっていきたいと思います。では、やっていきましょう。まあ、そして新島とね、せっちゃん、一緒に持っていくのはやっぱり辛いかなと思いました。うん。やっぱりデートそこまでこの学校はね、行けない学校なんで。なので、まあ、デートは控えめに行きたいと思います。そして東条がね、成功しないんですよね。やっぱり。それがちょっと厳しい。東条が成功しにくい。できれば新島入れたいんですけどね、そうなると。まあ、その代わり登場入れております。で、友沢は前イベらしいんで、それがちょっと悲しいですね。後イベならばもっといい感じのデッキ考えれるのかなと思っていたんですけどね。残念です。で、とりあえず、せっちゃんが、あ、来た。せっちゃん。練習後イベントは来ないか、まだ。まだ、あ、来るのか。はい。あと1回踏めば、せっちゃんデート来ますね。フィジカル勝負だ。ちょっとね、厳しいな。体力回復しておきます。はい。で、せっちゃんはまだ来ません。まだ評価上がりきってないんで来ません。まず、練習に来て、せっちゃん。いた。ナイス。で、これでせっちゃん OK ですね。では、これは筋力稼いでおきます。さあ、早めにデート、お願いします。あ、早いな。はい。早い早い。で、イカリ、ロングスローもらったから、ロングスローだけ潰して、イカリ行きましょうか。はい、イカリくん行きまーす。はい、早いな。手伝わせてくれ。で。メンタル行ってきまーす。で、せっちゃん、早めに本当に告白を頼むよ。で、これは、スピードでも行っておきましょう。早い、本当に。早い、早い。もう終わっちゃうよ。で、野球を教えてくれ。で、これはメンタル行ってきまーす。葵ちゃん。で、葵ちゃん。もう終わるじゃん。早いな。ディフェンス行ってきます。で、告白。ここで告白来たら楽。そんな言い方するなよ。精神もらっておきましょう。おー、来ました。ありがとうございます。ありがとう。では、デート済ませましょう。で、これは、せっちゃんにお任せしよう。アシストのコツ。で、イカリくん。いいですね。さあ、大事なのはやっぱり満塁ホームランどれだけ打てるか。せめて3本ぐらいは打ちたいね。コツか。イカリか。まあ、とりあえずデート行こう。デートは終わらせておきたいんでね。で、基本的な動き。はい、トラップ。で、葵ちゃん成功して。ナイス、マリンドリブルナイスです。全然初期値で成功しましたね。助かりまーす。で、あとデート。デート3回。これ終わったあと2回ですね。3ターン中2回終わればいいんで。まあ、いけるでしょう。まあ、デートいきます。で、次、コツイベントが来てくれるとコツイベ行きやすいんだけどな。
行っときたい。一番最後がやっぱりデート行っときたい感じはするんで、うん、次はコツイベが来てくれると助かります。来ないかな、来なかった。でもテクニック技術はねちょっと余る傾向にあるんですよね。なのでこれはデート行っちゃいます。はい、デート完了。そしてイカリくん取りに行く予定なんで、今回は風呂吹き大根で、うん、クロスマシン取っておきます。はい、ではこれメンタルテク、おお、テクニックでいいかな。テクニック行こっか。怒りでシュート骨あたりが欲しいかな。シュートレンジでもいいけど、ビハインド信じる。まあいい感じには今のところ来てます、来てます、来てます。とりあえずヒット打っていきましょう。うん、メンタルでいいや。はじめはまずホームランはないんでね。イカリくん、あ、モブか、まあいいでしょう。はい、シングルヒット、ナイスです。で、せっちゃん、これは精神もらっておきます。ルールブックを再確認で、シングルヒット狙い。お、みずき、いいね。みずきのコツもらいましょうか。クロス確定なんで、それか技術か。クロスが欲しい。シングルヒットまず、ナイス。で、クロス、ナイス。で、せっちゃん、体力回復も来なかったか。うん、まあいい、まあそれはいいんだけど。お、スピードいって、うん、確定ですね。6度ひじり確定です。で、シングルヒット頼みます。さあ来い、シングルヒットで、ナイス。ではホームラン狙っていきましょう。あー、でもやっぱり難しいな。ドリンクがないとこれ厳しそうだな。うん、そうなると天才界が難しくなるんだよな。ディフェンス踏んでいきましょう。ホームラン打ってね、ホームランで、スピード振っときます。で、今回ディフェンスを上げるかもしれませんね、もしかしたら。うまくいけばね。はい、ではディフェンス、満塁ホームラン狙っていきましょう。スバル登場、いかに、どれか来てください。さあ来い、登場、ホームラン、ナイス。満塁ホームランですね、ナイスです。いいよいいよ、その調子で。精密機械もらいました。では精密機械取りに行きたい。で、これはメンタル、うー、スピードいきましょう。スピードいってきます。スピード上げる、スカウトの評価もうちょっと上げようか。70にしときます。はい、ちょっとでもスカウトの評価を上げておく方がいいですね。はい、で、シングルヒット頼みますよ、みずきちゃん。はい、ナイスです。で、これは気分転換しない、いいですね。で、スピードでもいい。あ、メンタルダメ、絶対ダメ。うわー、これも行きたいけどダメだね。うん、ホームラン打ちそう。スピードだな、体力回復してスピードいきます。で、精密機械は潰しちゃいたいんで、もう取るか。で、パワーとテクニック上げていきます。はい、どんどんいきましょう。ではシングルヒット打ってきます。小田切くん来てください。で、これで体力、あ、モブ、シングルヒット、ツーベース、ここでツーベースか。犬が来てくれないかな。で、体力回復プラス50、いいですね。で、イカリくん、違うことだらけだ。犬、おー、いた、こっちだな。さあ、3分の1、犬、フォアボール来て、フォアボール。頼むよ。あー、登場か。
まあしょうがない、これはしょうがない、ホームラン、まあまあいいでしょう。いやそっからまあ筋力稼げたからいいや。3830、さあこっからまた満塁ホームラン狙っていきましょう。あと3本打てたら最高なんだけど、まあ最低でも2本は打ちたい。強星以外、うん、天の川ナイスです。ではテクニックが良さそうかな。オフェンス1回も踏んでなくて、今テクニック2回だからテクニックいっておきましょう。はい、矢部くん、そして小田切くん、できれば小田切くん、モブが来るな、モブが来るな。小田切シングルヒットナイスです。で、そろそろメンタル踏んでいきたいんだけどな。これはスピード、本当はオフェンスだな。オフェンス行こっか。オフェンス行きます。怪我するなよ。怪我するな。あー、グッたか。残念。まあ、しょうがない。さあ、理解していこう。で。うん。いや、メンタルはダメ。モブでしょうがないかな。それかもうメンタル踏んじゃうかですね。いや、メンタルでいっか。で、パワー上げておきます。で、スピードも上げておきます。で、テクニック上げておきます。いや、メンタルいっちゃいます。もう、ホームラン打つなら打っちゃって。で、できれば肘で来てください。肘。シングルヒット。ナイスだ。いい子だ。で、あとは、ここ、セッチャーはダメ。テクニック。お?これは、フィジカル行きましょうか。テクニックで次、練習レベル上がるんですけども、これは、犬狙いで行きましょう。うん、犬。ジョン。確率的にジョンが一番高かった。ナイス。これでシングルヒット確定。で、ホームラン狙っていきましょう。で、パワー A。失敗するそれ。パワー A なったのにな。残念です。悲しいな。いやー、それなら、必殺シュート取っときゃよかったな。まあ、いっか。で、テクニック行きましょう。矢部くんは来るな。で、モブも来るな。モブ来てもいいけど、ホームラン打ってくれるならいいよ。多分、モブ来たらツーベース打たれちゃうんで。さあ、ウドくんが登場。40% 来てください。そして、練習レベルアップします。登場、ホームラン。ナイスです。いいですね。いい感じだ。で、うん。はい。ナイスですね。体力回復。で、おー、登場成功した。ナイスです。やっぱパワー依存なのかな。うん。もともとのね、評価が高いから、パワーがなかなか上がってない状態で終わるからしんどかったのか。そういうことにしとこう。フィジカルのこと取っていきたいね。こうなると。はい。では、スタミナも、60にはしとこう。で、達人キープ取っちゃおう。で、次から満塁ホームラン打ってばオール50だっけ?それぐらいもらえるはずなんで。はい。それ狙っていきます。で、どこ行こう?スピードディフェンス。スピードは今4回なんで0回か。ディフェンス2回なんで、あと1回でいきますね。ここを踏んで次1回。では、ディフェンス行ってシングルヒット狙っていきましょう。シングル。ナイス。いいよ、その調子。体力消費は痛いな。そして、あと金徳って何がもらえる?あと1個、なんだっけ?水木か。じゃあテクニック上げておきます。水木は多分テクニック依存です。なのでテクニック上げておきましょう。で、スピードとパワーもある程度振っときたいかな。まあ、とりあえずこれでいっか。で、メンタル。お!ガンダーいるじゃん。ガンダー来ないかな?ガンダー。まあ、モブでもいいけど、シングルヒットで頼むよ。で、これで練習レベルアップしますね。アウト!
アウトか。厳しいね。珍しくメンタルの練習レベルが上がってませんが、まあこんな感じでもいいでしょう。で、チップキックだ。成功してね。頼むよ。で、葵ちゃん、これは下行きましょう。ビハインドのコツ、チームプレイのコツ、ビハインドか。で、ここはダメ。ホームラン打つそう。お、ガンダー。どうしよう、モブが来そうな感じするんですよね。ここは、小田切にかけます。小田切。小田切でいいです。シングルヒット頼むよ。今のはね、スピードが今4回で、パワーが2回だったんで、パワーいきました。そうすれば練習レベルもアップするように設定した方がね、確実にいいんで。はい。で、これは長所伸ばしていきましょう。短所は今そんなにディフェンスだと思うんで、短所を上げてもしょうがない。あ、スピードか。あ、オフェンスだったのか。短所を上げたらよかったな。まあいいや。まあいい、まあいい。で、これはメンタルでいいかな。メンタル。矢部くん。とりあえず矢部くん。矢部くん来てほしいけど、テクニック上げていきましょう。で、パワーも使っておきます。筋力ね。で、矢部くんシングルヒットで頼みます。シングル。あー、モブシングル。シングル、シングル。アウトー。アウトー。で、これどうしよう。筋力もらおうかな。どうしよう。ラーメンでいいや。精神ね。精神が一番足らないんで。うん。で、これはひじり行こっか。練習レベル上がるし、ひじり行っときます。ひじり。出てこい、ひじり。さあ、来い。モブか。シングル。いやー、ホームラン打っちゃったよ。マジか。マジか、マジか。まあ、コツもらえるからいっか。あと2本満塁ホームラン打ちたいね。はい。では、スピード、スピード、スピードかな。オフェンスゼロだからな。スピードもゼロなんですよね。2分の1か。ここならもうホームラン打ってもいいから、オフェンス行こうか。オフェンス行きます。さあ、シングルヒット。シングルだぞ。ナイス。いいですね。で、シングルヒットを狙っていきたい。フィジカル、パワーいって、練習レベルも上げましょうか。うん、矢部くん。矢部くん来てください。モブ、シングルヒット。ナイス。いいよ。で、練習レベルアップですね。で、せっちゃん。いいでしょう。あと満塁ホームラン2本打っていきたい。7362。まあまあまあ。で、これは、短所伸ばしていきます。オフェンス上げておきます。で、お、いいね。めっちゃいいとこにガンダーいるじゃん。はい、ガンダーいきまーす。え、ひじりちゃん、インター、では奪還が欲しい。奪還。奪還ください。はい。では、満塁ホームラン、打つ時間ですね。で、奪還もくれました。さあ。あー、行きてえけどな。いや、どこでホームラン、あ、ここか。ここだな。オフェンスでホームラン狙いましょう。そして、どこ。ディフェンス振るか迷いますね。これスピード低くてもいいかな。と思ったりもします。まあ、とりあえず、これで、踏んでいこうかな。もうしとこう。とりあえず。94、95で査定があるのか。ちょっと待ってくださいね。スピードは、20丸なんで。まあ、後でいっか。スピード20丸なんで、とりあえず、95で査定があります。まあ、まあ、とりあえず。まあ、とりあえず。打っていきましょう。ホームラン。ホームラン来てください。怒りかスバル。怒りかスバル。怒りかスバルでお願いします。モブか。打てないんだよ。ツーベスト打つなよ。おー、来た！ホームラン。いいですね。ナイスです。いいね、いいね。
今回ちょっとアウトが多かったから最後ちょっときついかもしれないけど、まあいいや。で足でやる、ナイス、精神30、助かります。それでこれは筋力と精神もらってきます。うん、いいよ、いい感じで、でスピードもう100にしよう。いいや、ディフェンス上げません。いや、上げません、上げません。どうする、どうすっか、迷うね。とりあえずテクニックは90かな。これでいきましょう。これでとりあえずいきます。で、シングルヒット打っていきたいのですが、打てるとこはないな。メンタルいきましょうか。メンタルいっておきます。スバル君、シングルヒットでお願いします。はい、ナイス。スバルはね、比較的怒りとかに比べてなんかシングルヒットが多いイメージが自分の中ではあります。で、これ小田切行く？いや、でもちょっと練習レベルの関係でメンタルも言っておきたいんですね。メンタルあと2回とテクニック3回、オフェンス2回、それ以外は4回なんで、オフェンス行っとこうか。まだドリンク残ってるしね。うん、じゃあオフェンス行きます。練習レベルの関係でモグを踏んでいきます。で、ここでシングルヒット頼むよ。満塁ホームランやめ、じゃあツーランホームランやめてくれ。ツーベース来たか、そっち来たか。じゃあガンダーかジョン来てください。で、クロス、ナイス、成功ですね。で、ガンダーかジョン、ガンダーかジョン、ガンダーかジョン、いない。ではもうシングルヒット打ちに行きましょう。オフェンス行きます。で、オフェンスで練習レベルがこれで上がりますね。水木ちゃん来てください。はい、水木シングルヒットだぞ。はい、いいね。で、犬が来てほしいけど来るかな。で、これはどっちでもいいや、上体力回復だしね。で、怪我しにくそうのコツ、犬。さあガンダー来い、ガンダー。でもスバルが、スバルでもヒットをね打ってくれればいいからね。さあガンダー、ガンダー、ガンダー。あ、スバル、シングルヒット。ナイス。いいよ。まあ、あと、一本しか満塁ホームランは狙えませんが、しっかりとここは打っていきたいと思います。4本打ったら、なかなかな選手できるんでね。今のがガンダー来てたら、ワンチャン5本打てたんですよね。まあ、難しいですけどね。まあ、ここをしっかりと打っていきましょう。ここはメンタルで、メンタルで。ジョン。で、ちょっと、精神が溢れそうだったんで、振っときます。では、ジョン、カモン。で、メンタル、あと1回で練習レベル上がります。ジョン、ナイスです。シングルヒット確定ですね。はい。では、ホームラン、打ちに行きましょう。あと、練習レベルが上がれそうなところって、ないんですよね。オフェンスが4回、ディフェンスが5回、パワー4回、スピード4回、テクニック5回、メンタル7回なんで、メンタル以外は多分基本的に全部踏まないと、あと3回踏まないといけないんで、もう厳しいと思います。あとはメンタルだけを狙っていくんですけども、とりあえずホームラン打って次メンタル狙っていこう。じゃあここだな。うん、ここしかない。で、溢れはしなさそうだからこのまま行きます。さあ、ホームラン打ってください。宇戸くん登場、怒り。できれば宇戸くんがいいかな。アウトかホームランだからね。はい、宇戸くん打ってください。ナイス、満塁ホームラン4本目。いいですね、素晴らしい。うん、筋力448。あ、まあセーフセーフ、溢れてないね。一瞬筋力溢れたかなと思った。で、しっかりとね、後半、うん、危なかったね。で、どうすっかな、筋力。フィジカルモンスターがね、あるからね、そんなに今、無茶はしたくないんですよね。チェイサー取るか。で、こうなると、ディフェンスはもう上げたくないんですよね。ディフェンスは上げずに行くか。でも、最後に上げればいいか。いるとしたら。
まあ、フィジカルはコツもらえることを狙っていきましょう。はい、ではこれでいきます。はい、終わりました。では続きやっていきます。で、ここで重要なのは、あとメンタル1回いくことと、ホームラン3本打ちたいんですよ。できればできれば、ま、ホームラン3本打ちたい。打てれば、コツがね、それだけもらえるってことですので、ですが、ここの方は能力良さそうだな。ディフェンス行きましょうか。ディフェンス行きます、ここは。まあ、ワンチャン登場でホームラン打てればな、と思います。で、筋力ちょっと入っていきたい。筋力を少し吐きたい。筋力と精神を吐きたい。筋力、シュート取るか。これパワー100にしても良さそうだな。まあでもとりあえずこのまま置いておきましょうか。で、先読みのコツを取らない。取るか取らないか。40%カット。まあ、精神カットできるから、もらうか。では、ディフェンス踏んで、ホームラン、東条打ってください。東条、ホームラン。頼むよ。ナイス。いいですね。で、これでコツもらっていきまーす。カフカン、いいですね。で、メンタル。まあ、ここはちょっとメンタルは確実に一回踏みたいんで、メンタルいって、次ホームラン打って、得点を重ねようか。そうしよう。ワンチャンホームラン打ってくると嬉しいよ、モム。頼むよ。アウトだけはなるな。アウトだけはダメ、ここは。ツーベースでもいいよ。おーおーおおお、やるね。このモブやるね。欲しい時にホームラン打ってくれた。ナイスだ。パスカン。いいですね。で、これで練習レベル上がります。で、もう練習レベル上がらないんですよね、どこも。なので、ホームランを狙っていきたい。ここか、ここか。ディフェンスあと2回なんで、惜しかったな。スカウトの評価も上げていきたいんで、こっち行こうか。で、イカリとウド君、どちらか来てほしい。筋力か、パス担当。これで溢れはしないでしょう。はい、では、テクニックいきます。さあ、イカリ、ウド君、どちらか来て。そして、スカウトの評価、しっかりと上がろう。はい、ウド君、ホームラン。ナイスー。で、コツ、ワンタッチのコツとか、ワンタッチってもらえたっけ？で、思ったより技術が稼げてないんですよね。アシストのコツ。いいね。技術が意外と足らなかった。もうちょっと技術余ると思ったんですけどね。他のものが来ちゃった。まあ、精神が意外と稼げてるのは嬉しい。で、オフェンス行っておこうか。技術稼ぎたいしね。オフェンス行っておきます。で、東条が精神ボナーあるのかな？すごい精神がある。で、ドリンク余ったっけ？ジュース余ってますね。で、早川。ドリブル、闘争心。ドリブルって今、なんぼだっけ？取るか。闘争心は？あ、まだ取れてないのか。いっか。もうこのまま行こうか。いいや、このまま行きます。ワンチャン技術44でもいいよ。闘争心。まあいいでしょう。それはいいよ。で、しっかり前半、後半行きます。で、溢れますね。闘争心取りましょう。で、ギリなんだよな。フィジカルモンスター取りたいんですよ。まあ、怪我しにくさ、いつ取るか。取りたいんですけどね。もし次コツが来るかもって考えるとちょっと取れないんですよね。展開力取るか。さすがに200は筋力稼げなかったはずだから。まあいいか、これ言っておきましょう。はい、言っておきまーす。はい、終わりましたね。問題ない。では最後練習するか迷うな。迷うね。水木か。うわー、生きてでもそんな敏捷いらないんだよな。
どっちかといえば水木でコツが欲しい。コツというかまあ技術44が欲しい。あ、でもそんなに取るもの、あ、残ってるのは残ってんだよな。どうすかな。どうすかな。ディフェンス、うん。こうなるとパワー100の方が良さそうなんだよな。どっち行きましょう。どっちがいいですかね。経験点的にはこちらの方が多いんですよ。確実に。でも、ドリンクもうないしな。いいや。あ、ナイスだ。いいね。では、振っていきましょう。しっかり前半、後半で。まあ、かなりもらえるはずです。27点取ったので、540点くらい取るくれるのかな。で、彼女で108でしょ。で、スカウト40の、勝って20。900点近くエピログ合計したらもらえるんで、これほとんど振り切っとかないといけないですね。じゃあパワー振り切っとこう。あ、ダメだ。こうだな。で、敏捷も使いたいんですよね。敏捷も使いたい。で、ヘディングか。マッチアップ。守備反応はな、微妙なんだよな。まあでも使うか。爆発力、ハードワーク、カウンターで精神を使いたい。精神どうすか。スタミナフル。いやでもスタミナな、そんなに査定的に良くないんですよね。こう考えると微妙になってくるんだ。こっから、A まで持ってっても微妙だな。それならまだ、根性とか取った方が良さそうですね。まあ、でも最終的に振らないといけないかもしれないな。迷うな。タイエース取ろう。タイエースの方が、精神使える。精神を使えるやつの方、さっき取ろう。で、精神か。精神。決定力取りたいな。決定力、OK。で、チームプレイ取るか。チームプレイ取ろう。で、ビハインドは取りたくない。あと、精神使うもの。精神、カバーリングか。技術ね。技術が足んないんですよね。まあでも、こうしたら精神、いけるでしょう。とりあえずこうしておきましょうか。これでさすがに溢れないとは思うんだけどな。思いたいんだけどな。108。試合経験でそんなないもんな。ロー570、40、20。多分これでいけるはず。いきましょう。これで溢れたらすいません。精神溢れないと思ってるんだ。900ぐらいと信じたい。はい、ではいきます。はい、終わりました。では、最後。溢れないでくれよ。溢れないよね、さすがに。頼むよ。150だから溢れないはずなんだ。はい。150、20、40。で、108でしょ？お、これ最大で最後で918とかもらえるのか。やばいな。今回は918まではもらえませんが、うん。いや、すごいっすね。いや、ここまで行くともう、おかしい。もう最終戦前に全部経験点を吐けないといけない。30点取れてればもっとすごいですね。ってことで、ここで二股はこの部分でも厳しくなりますね。最後のエピローグがすごいことになってしまうので、二股は大変なる。あと60上げれたね。で、総経験で15,730点。まあ、十分でしょう。うん。最後だけで、ほら、やばい。技術が878点入ってます。で、敏捷筋力精神は857点。うん、素晴らしいね。やばい。
こうなると触れるかどうかが不安だな。で、空中戦、リード。振っときましょう。で、トラップ1。突破力は、まあ、取らないかな。で、決定力、ヘディング。で、ボールダッシュ。で、フリーキック、PK。で、回復、司令と、カウンター、意外性、キャプテンシー、マリーシャ、フェアプレイ。お!マジか。ファーストボールが取れなかった。あ、意外とビンショー振れるんだな。ほぼほぼもう、金、特納取っちゃったんですけど、特納ほぼほぼ取れるね。いやー、あと、突破力ぐらいかな ?20 丸以外は。突破力と、ファーストゴール。いや、さすがだな。いや、でも、パワーをできれば100にしたいんだよな。こうなると。こうなるとパワーを100にしたい。どうすか。敏捷。はい。ファーストゴールにします。で、筋力を、どう振るかだな。どう振るか。筋力、100にするか。100で査定2上がるから。いや、でもこれよりか、違うな。筋力余した方が良さそうだな。これならこうやって。いや、微妙だ。いや、違うな。さすがに余すのはもったいないか。こうだな。はい。で、こうしよう。大一番が触れないか。技術が足らねえ。でも、ほぼほぼ特納取り終わりましたね。ああ、精神が意外と余ってる。じゃあ、スタミナに。あ、筋力欲しいな。ってことは、ビハインドやめたところで微妙だ。怪我しにくさのコツやめるか。怪我しにくさやめます。こうして、こうなれば査定が上がる。じゃあ、あとはディフェンスって終わりましょう。さあ、ワンチャン US 星1に行ってんじゃないかな。さあ、行きましょう。チームランク更新なるか ?US 星 1! まあ、星1ですね。でも、これで更新できたんじゃないかな。一応、金徳の方はね、1個失敗してしまいましたので、残念ながらいけませんでしたが、まあ、いい感じにできたと思います。でも、やっぱもうちょっとスタミナですね。精神が足らない。これをどうにかしたいんですけども、友沢くんがどう働くか。それが見物ですね。マリンドリブルなくすか、まあ、ひじりなくすかですね。ひじりでも精神ボナーだからちょっとそこは迷うところですね。はい。では、スタメン更新していきましょう。で、まあ、とりあえず、簡単で、総合。はい !5万60!乗りましたね。あとで。US 星 1? 星がついただけか、星1にはならないのか。こういう、一応、称号ランクとなりましたね。5万60はこういうランクとなりました。まあ、これ以上はなかなかいけないかもしれないけど、これが星2個に増えたり3個に増えたりしていきたいな、できれば。はい。5万60。まあ、目標は達成しました。まあ、これからは、まあ、ガチで作ることもありますが、攻略とかそっち系のものをどんどん出していこうかなと思っております。では、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画も見てください。ベタでした。さよならー!